これでございます。これ見て、ほら、油がテラテラとね、うまそう。これはヒイラギの干物でございます。シロギス釣りでね、一緒に釣れたというか、まあヒイラギ釣りでシロギスが一緒に釣れたんだけどね、あの時はヒイラギを釣りに行ったんでね。これで大きいヒイラギをこのように干物にした。半身で1枚の小さいヒイラギもね、いっぱい釣れたんだけどな。小さいヒイラギは干物にするのっていうかね、この三枚におろすのがすごい大変なんだよね。薄っぺらいから。それに小さいのは三枚におろすと本当に薄くなっちゃうからね、これ干物をね、作れなくはないんだけど、ちっちゃくなっちゃうよね。本当にすごいちっちゃくなっちゃう。薄くなっちゃう。だからやっぱりね、大きいのがいいんだけど、大きいって言ってもヒイラギって最大サイズで15センチぐらいにしかならないの。だそうらしいんだよね。だからあの辺で釣れるのも、まあ最大15センチぐらいのが釣れればいい方なんで。で、それがね、4匹釣れたんで。ちっちゃいのもいるよ。でもほら、これとか。ね。これなんかはもしかしたら13センチぐらいあったかもしんない。な。じゃあまあ、とにかく食ってみますか。うまそうでしょ、ほら。油がすごいんだよ。ヒイラギってね、なんかね、油性なんだよね。油性なの。で、今日はな、これな、手で食うから、手で。焼きたて。あ、ちょっと熱いけどね、これ。ほら。で、なんかさ、サバの干物みたいな感じで皮目、油がすごいよ。裏側だって、ほら、油がすごい。ね。ちょっと1個食ってみる。いきます。すごい油だ。おいしい。塩加減もね、ちょうどいいよ。ちょうどいい。縦塩に一晩つけたんだけど、縦塩っていうのは海水程度の濃度の塩水ね。うまい、うまい、います。これね、最高。今の時期は特に油が乗ってんのかもしれないね。うまい。これでかいのいくか？でかいのもっと欲しいかもしれない。で、これな。一応今回は作るところを撮影してるんで、それを編集したやつもあるんで、ちょっとね、それをね、見てください。入れといて、ね、で、鼻水くんだすよ、ヒイラギ。ヒイラギ何匹釣れたのかな？小さいのが無限に釣れたんだけど、でかいのは結局、4匹だ。4匹、ほら、ね。うわうわうわ、ほらほら、もう鼻水が。ね、鼻水が。じゃあこの鼻水ヒイラギくんはこの入れ物の中に、入れて、うわうわ、なんか鼻水がたらーって出てるけど、入れて、じゃあこの4匹のヒイラギ、まあまあの大きさのやつね、これを干物にしていくんですけど、これね、食べやすいように半身で1枚の干物にします。要するにね、3枚におろして中骨と頭を取った状態で干物にします。ほいでな、このぬめり、最初にぬめりを取るんだけど、これ酢をね、かけて洗えばいいっていうことなんだけど、このトゲがね、洗うときにここにほら背びれとかにトゲがあって、これが刺さると痛いんだよね。だから先にだね、この調理バサミでトゲはね、全部ね、切り取ってしまう。ヒレを切り取ってしまえばいいですね。それではトゲが取れたら、ここに酢を入れてぬめりを洗いましょう。で、酢はね、安いやつね。それもそんなにたくさんいらなくてもいいよね。まあこんなもんでいいんじゃないかな。そしたらこれよく手でこういうふうにこすって洗う。この時にね、とにかくトゲがあると手のひらにトゲが刺さってすげえ痛いんで、だからね、先にこの私がやったように調理バサミでトゲはね、切り取っといた方がいいですよ。で、こういうふうにきれいに洗うと。ほら、かなりぬめりが取れてきれいになりました。じゃあね、これ3枚におろしていきましょう。それでは頭取って内臓を取り出して3枚おろしにしましょう。こんな感じでね、頭と内臓が取れました。そしたら3枚おろし。これで2枚おろしになりました。この汚いとこね、こういうのはこうギュッと取れば、これで紐のネタの出来上がり。皮はついてて OK です。じゃあこの背骨の方も取ってしまいましょう。
はい、これでこちらも紐のネタになった。ちょっと汚いのがついてたら、これは指でこうギュッとこそぎ落とす。これで OK。 あばら骨はついてても大丈夫です。こんな感じで4匹すべて紐のネタにさばけました。そしたらこれを塩水につけて、その後干せばいいんですけどね、私たち素人が干物を作るときには塩水はね、薄めがいいですよ。濃いめの塩水に短時間っていうのはプロのやり方なんだけど、それを真似するとね、すげーしょっぱくなっちゃったりするから、だからね、薄めの塩水に長い時間つけるっていう、そっちの方法の方が失敗が少ないです。で、私たちが作るときにはだいたい海水程度の塩水、まあ縦塩って言いますけどね、 3% ですね。 3% の塩水に長い時間つけとくのがいいと思います。その方がね、干物作りをやりやすいです。明日の朝までつけときゃいいんだから。そして明日太陽が昇ったら天日干しすりゃいいんですよ。要するに一晩中つけといても、海水程度の 3% の塩水ならしょっぱくなりすぎることはまずないですよ。それで私たち素人が少量の干物を作るときにはですね、塩水を作るのはこのビニール袋、この中にね、作るといいと思います。そして今回は縦塩 3% ですよね。ということは 100cc の水に 3g の塩を入れれば、おおむね 3% の塩水になります。それで 3g の塩っていうのはね、この計量スプーンありますでしょ、これに山盛り1杯がおおむね 3g になります。ですから今回はこのぐらいね。で、使う塩は美味しい塩がいいですよ。私はこの海のせい伊豆大島の高級な塩、これを使います。じゃあこれをこの中に入れます。そしたらここに水を 100cc 注ぎ込みます。これでおおむね 3% の塩水になります。最初にこうビニール袋をこう口を持ってよく溶かしましょう。こんなで溶けたかな。そしたらこの中にこの魚を入れると。魚の量が多いときにはこれを例えば 200cc に塩 6g とかね、そんな風に塩の量は調整すればいいと思います。ほら、こんな風に入りました。そしたらこれ、まあ大体こう空気を抜いてこんな感じにして、これでね、口を縛ってキッチンのシンクの上にでもぶら下げとけばいいんじゃないかな。真夏でなければいちいち冷蔵庫に入れなくても大丈夫だと思います。夜が明けて朝になりました。流しのこの水道の上にこのようにな、ぶら下がってる。じゃあこれね、これ、こんな適当なこんな容器、これにね、まずね、ちょっと出しましょう。出ました。ほらね、まあ塩水に一晩つけといたからね、もう完全でしょう。でもね、海水程度の塩水だったら、まあそんなしょっぱくなることはない。じゃあこれをね、網に並べて干します。じゃあね、まずはこの当家にあるいっちゃんきたね、バーベキューの焼き網、もう使い古し、サビサビです。で、この上にね、直接ね、この魚を置くと、サビがついちゃうから、そういう時にはこれ、この園芸用のネット、これはなんか植木鉢の下に敷くやつだよね、この A4 サイズのやつ、これをね、ここに置いて、それから、この魚をね、このネットの上に置くんだけど、今日はね、天気が良くないんで、そういう時にはね、まあ、一応ね、この水気を、キッチンペーパーで拭き取ってから置いた方がいいですね。じゃあこのキッチンペーパーでこう拭いて、ね、こう拭いて適当にね。それで皮を下にして置くと。まあこれで全部をね、並べたら、まあ外に干しましょう。こんな感じでね、外にこう干します。で、今もう6時30分だから太陽出てるはずなんだけど、ほら、今日はなんか青空があれども、雲が多いな。でもまあしょうがない。ね。こんなちっちゃい干物だからまあそうだな。昼前までちょこちょこっと干してしなしなってなったらね、一回冷蔵庫に取り込んで、それで夜になったらこれを、まあ火で炙って晩酌ぶっこくと、そんな段取りですかね。とまあこんな感じでね、作ったんですよ。ね。なかなか凝ってるでしょ。じゃあな、これいきます。うん、うまい。で、これ、あばら骨、これね、あばら骨は取ってないんだけど、さすがにね、大きいやつでもね、あばら骨は取らなくても大丈夫みたいだよ。うん、全然当たらない。美味しい。とにかくこう、大きいのが釣れたら、お刺身もすごい美味しいけど、この、干物、これね、すごいおすすめしますよ。美味しいですよ。日持ちするしね、これはね、いっぱい作ったら、冷凍しときゃいいんだから。それで
こう酒の魚にさ、食べたい時にちょろちょろって焼けば、ね、美味しいですよ。いきます。うん。なんかね、油がとにかくすごくて美味しいわ。うん、すごい美味しい。で、塩加減もちょうどいい。まあ、縦塩に一晩ぐらいつけるっていうか、なかもっとつけても大丈夫なんだよね。縦塩っていうのは 3% で。海の魚がもう海水にいるから、うん、縦塩ぐらいのものだったら、それ以上こう染み込まないのかな。だからなのかな。とにかく、素人が、干物作りをするのは縦塩に限る。だから、海水につけてもいいんだけどね、そのまま海水汲んできて。ただ、海水にはバクテリアとかプランクトンとかいっぱい入ってるからさ。だから、まあ、そのままだとやっぱり腐っちゃうだろうから、魚がね。だから一回、沸騰して、沸騰消毒すれば多分大丈夫だと思うんだよ。で、それを冷ませば。ね。だから、そういう海水をなんか汲んできて、作っといて、冷蔵庫で保管しとけば、干物を作る人は安上がりかもしれない。それに、いろんなものが海水には入ってるから、こっちの方が美味しいのかもしれないね。なんとも言えないけど、もしちょっと、そういうことやったことがないんで、ね。でもほら、見てよ、この油。すごいでしょ。油性だよ、本当にね。うん。ほんとうまい、うまい。ここだよ。うん。半分食っちゃったな。半分食っちゃったよ。2匹分食っちゃった。じゃあ、お酒ね、飲みましょう。今日もね、お酒はね、これなんだよ。五島バラム。五島列島のお酒ですね。長崎ですね。ほら、なんかちょっと、南国焼酎みたいな。これはね、麦焼酎だよ。いただき物なんですよ。いただき物。これは今日はね、ロックで、うん、ロックでいただく。いつまでも、いつまでも、なんか、気温が暑くはないけど、下がらないよね、うん。肌寒いぐらいに涼しいっていうことがね、夜はなるけど、昼、肌寒いなんていう日はね、まだ何日もないよ。いただきます、いただきます。うん、こういう味か。うん。なんか、南の方のこういう、まあ、五島列島とか島だとさ、芋焼酎がなんか最近ね、流行りだけど、ここは麦だよ、麦。すっきりしてる。うん。うまい。うまい。まあ、麦も、水がいらないから、ね、こう離島で作れるんだろうね、きっとな。うん。米っていうのはほら、水がいるからね。で、さつまいもっていうのは一番こうなんか、砂地に向いてんだってね。そういうふうに聞きました。いつだったか、新島に行った時に、新島に呼んでくれた農業指導員っていうのかな？なんか、やっぱり当該から来た方だったけどね、視聴者の方で。その方が言ってましたよ。さつまいもはサーフだと。うん、なんかそんなこと言ってた、うん。あそこの新島は、アメリカ芋っていうんだけど、あれ、七福っていうのかな？本当の名前は。七福芋って、それを使って、焼酎も作ってるよね。うん、美味しかったですよ、あれ。ここは麦、すっきりしてる、麦焼酎、うん、うまい、うん、うまい、またこれじゃん、1個、ね、これ最高だよ、これ酒の魚に最高、焼酎もいいし、日本酒もいいと思います。うん、うまい、うまいよ、本当にうまいよ、これ、うん、うまい、うん、うん、最高だ。うん、釣れる時にはね、大きいのが釣れるんだけど、やっぱりね、1年を通してね、見るとね、私が行く大磯とか、君津の護岸とか、あの辺はね、まあ、相模湾なんだけどね、やっぱり、ちっちゃいのが釣れる方が多いね。うん、ちっちゃいのでももちろん頑張ればできるんだけど、この、ぬめりがね、すごいんだよな。うん、だから、まあ、三枚におろすこと自体がもう大変で。と言って、丸のままっていうのも以前なんか作ったよね。でもね、やっぱりね、ヒイラギってね、骨っぽいんだよね、ちっちゃい割に。骨が硬いの。で、骨がパリパリになるまで焼くと結構焦げちゃうからさ、まあ油があって美味しいと言えば美味しいんだけど、うん、やっぱね、三枚におろしたのがね、一番いいと思う、これ。本当に美味しいよ、これ。何度も何度も美味しい、美味しいって言うけど、本当に美味しい。うん、まあ、地域によっては、こんなの美味しくないよっていう人もいるし、なんか釣り人はね、ポイ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 捨てちゃうけど、特にこの関東地方の釣り人は。もったいないよ、これ。もったいない。こういう風にしてみな、美味しいからね。それで余ったら冷凍しときゃいいんだからな。うん、まあそうまで言って、そのヒイラギをどうしても食えっていうわけじゃないんだけどさ、ね、美味しいですよ。てなわけでな、まあここまで美味しい美味しいってヒイラギを勧めといてな、あ、まあそんなの釣り人の勝手でしょって食うか食わないか、まあそうなんだけどね。てなわけでな、まあ
もうこの辺でもって、今日の動画は終了にします。ね、終了にします。あ、とにかくな、うん、美味しいから。それでも美味しいから。で、まあ、料理がまたこう、2種類になったとき。本当は、今回のこの動画は、メインの方の白ギス釣って、まあ、ヒイラギ釣って、メインの方の動画の料理コーナーにくっつくはずだったんだけど、っていうか、それが本来の形なんだけど、ほら、干物って、一日でさ、できないから、帰ってきてその日でもって干物を作って食うってできないでしょ？だからこっちになっちゃっただけで。ね、メインの方では、でっかい白ギス食ってんだけどさ、うん。本来は、これがメインの方の動画だ。うん。美味しいよ。うん、美味しい。うん。すごい美味しい。何度言うんだって、お前、何度言うんだみたいな。終わるって言っただろうみたいな。いや、終われないほど美味しいんだよ、これは。終われないほど美味しい動画が。な、美味しい。ほんでうまい、うん。だって、指がほら、手で持つと指が油だらけになっちゃうんだ。油症だよ。うん。この油がね、癖がなくてね、本当に美味しい。また言ったな。また言ってしまったな。うん、うん、うん。もう、これ、焼酎を飲んだら、終わりにします。うまい。それではまた、次回な。なんか、料理コーナーが2つになるときには、こちらの、サブチャンネルの動画で会いましょう。それでは皆さんごきげんよう。